はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温33度、水温30度。今日は西表島野原エリアでのダイビング。リーフの割れ目にハタンポがたくさん入ってとっても綺麗でした。天気も良かったので上から差し込む光がとっても綺麗ですね。光のカーテンです。太陽が真上から差し込むお昼の時間帯に入るとよりこの光の光線が綺麗に見られます。上から差し込む光だけを撮影しても綺麗なんですが、やはりダイバーを入れて撮影した方が雰囲気が出てとっても綺麗に見えます。とっても神秘的ですね。ハタンポの群れはライトを当てながら撮影した方が魚がキラキラ映って綺麗です。群れの形がいろんな形に変化するのでずっと見てても飽きませんね。そしてノバルエリアといえばアオウミガメちゃんも忘れてはいけません。のんびりと一緒にダイビングしてくれました。癒されますね。サンゴも地形も楽しいダイビングになりました。そしてそして最後に、お、拍手してます。この上を見上げて、お、このリアクションといえば、出たー、またお前かーい。昨日は鹿とされまくったマンタですが、今日は100点満点のリアクションありがとうございます。それでは今日はこの辺で、また次回もお楽しみに。はい、チャンネル登録お願いします。